はい、今日はですね、撮影環境をアップデートしたので、それについてご紹介してみたいと思います。まずですね、追加したのが、このマイクスタンドなんですけれども、デスクにつけられるブームのスタンドでして、今デスクから伸びて一回折ってマイクに来てるという感じです。ポップガードもついていたので今つけてみていまして、こういう感じで SM5% シュアのマイクですね、ダイナミックマイクをここにつないでいます。それで、カメラなんですけれども、今日はソニー α7S で、レンズがですね、ズミクロンの 35mmF2 っていうメガネ付きの、第一世代のレンズを使っています。これは、まあ、伝説のレンズと言われることもありまして、ですね、まあ、あまりはっきり映らないんですけれども、すごくトーンがいい感じですかね。落ち着いた描写で、すごく繊細な描き方がされるレンズなんですけれども、で、そんなにふわっとしないけれども、まあいい感じで F2 でこの辺りにピント合わせているので、後ろはボケているかと思います。そうですね。で、 iPhone で撮影して、もういいんですけれども、まあ、全体にピントが合ってしまうし、基本ですね。で、かつマイクをどうしようかっていう時に、まあ、ピンマイクにしようとすると、この辺にピンマイクつくんですけれども、まあ、テレビの感じになってしまうし、見た目が僕はあまり良くないかなと思っているので、で、昔音楽をやってきていたこともあって、まあ、機材にはこだわっちゃうかなと思います。ちょっとさっき、実は一回同じ撮影をして、ロジックで、このマイクの音を取り忘れてたので、つまりソニーの内蔵の音声しか取れてなくてですね、同じ内容を喋ってるので、なんかよくわからない感じに自分でなってるんですけれども、まあ、ちょっとテストでトライしています。はい。で、そういう感じかな今日は。で、オーディオインターフェースはマッキーのオニキスブラックジャックでして、今これでソニーのヘッドホンでモニタリングしながら撮影しています。で、今日はですね、車載動画、車に iPhone を設置してドライブの映像を撮ってみたりですとかしてみたので、それも音をつけてみてアップしてみたいかなと思っています。はい、今日はこの辺で、またします。ご視聴ありがとうございます。